無限ないしょうがない、ごめんなさい。はい、今回はちいかわレストランのくじを引いていきたいと思います。イエイ。はい、この前にねちょっと物販の方があったんですけども、無事に敗北しました。有給取ってアラームまでかけたのに。どうしてだよ。特に欲しかったローのどんぶりとね、うさぎさんのマスコット、ここが完売早すぎた。そしてもう一つお知らせがあります。今日の実況は YS 一人でやっております。っていうのもレオのがちょっと体調不良で不参加ということで、YS 一人の実況になるプラス、まあ、寝起きと敗北が重なってね、ちょっとテンションがちょっとうまく上げられるか分かりませんが、皆さんご了承ください。まあ、せめてこれをバネにね、くじでは優勝できるように頑張りたいと思います。全部で3種類あって、欲しい順で引いていきたいと思います。まずはアクスタかな。はい、でこれもね、実況中に完売するの嫌なんで、さっさと引きたいと思います。全部で9種類ですね。まあ、今まで動画投稿してきてて、ラインナップの半分以上を超えた狙いを言うとコメントで言われちゃうんですよ。そうじゃないキャラクターがかわいそうってね。はい、なんでこれは4種類までとどめておきます。なので今回特に欲しい理由、狙いはうさぎさん、くりまんじゅう先輩、ラッコ先生、カニちゃんでいきましょう。行きましょうって言っても、はいっていう人がいないんだわ、今日。一人で実況してる人すげえわ。尊敬するわ。はい、今回は1、3、5であるんで、5回勝負いきたいと思います。それでは引きたいと思います。対戦よろしくお願いします。あれ？労働の演出だ。あれ？レストランかと思ったら違う。これもう見覚えあるわ。ここ専用演出じゃないんだ。ちょっと期待してたのに。はい、報酬。じゃん。1個目。おー、あの子ですね。配膳ロボット。スパゲッティこれ。美味しそう。誰も返事してくれない。いや、きっとね、今画面の向こうでね、盛り上がってると思うんで、そんな気持ちで頑張るよ。はい、次行きます。2個目。おー、ちいかわちゃんだ。かわいい。お子様ランチだね、これね。エビフライ食べたい。行きます。3つ目。狙い1個は欲しいよ。とりあえず。じゃん。おー、クリマンジュ先輩だ。やばい。あの影響か、頭、あれだね。もうボタンにしか見えないね、これね。形的にも。ダメだ。こっから先、クリマンジュ先輩の頭がもうボタンにしか見えなくなりそうだな。はい、次行きましょう。いや、かわいい。あ、意外とどれにでもやっぱいいわ。もう全部かわいいわ、今回。あー、かぶった。早いよ。あの子かぶっちゃった。マジか。もうあと1個じゃん。ラスト、お願いします。最後に。お願いします。おー、ラッコ先生、ムニムニ。パフェこれチョコっぽいね。いちごパフェじゃない。へえ、かわいい。1個だけかぶっちゃったけどね。まあ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 、こんなもんでしょう。あー、うさぎさん欲しかった。マジか。今回はこのコンセプト的に、クリマンジュ先輩がね、結構欲しかったんで、そこは良かったです。いやいやいや、オッケーオッケー。いや、楽しいな。前では続きまして、こちらの呼ばれて、おーい、マット缶バッチ、こちらを引いてきまーす。これはね、全部で12種類あるんだね。うん、なるほど。これのいいところは、ちいかわちゃん、はじまりちゃん、うさぎさんがね、2種類ずつあるね。これは出やすいってことだよね。なんで、YS レオナの、さよしのうさぎさん、ここがね、確率高くなってます。さっきと比較すると、キャラクター的にはあの子がいないって感じですね。こっちの狙いは、うさぎさん2種類と、くりまんじゅう先輩と、カニちゃんと、右下のこのね、シルエットにするとニンニクっぽいやつ。めげないしょげない YS、お願いします。いや、これ、くじ楽しみつつも、動画的に面白くできてるかどうかも不安なんだよな、俺。はい。行きましょう。一つ目。お願いします。おお、うさぎさんだ。レストランの制服着てるうさぎさん出ました。かわいい。シンプルだけどいいね。へえ、いい表情しとる。よかった。なんか、地引きできるってやっぱいいね。すごい、嬉しい。はい、二つ目いきます。じゃあ、もう一個のうさぎさんも欲しいね。こうなってくるとね。お願いします。はい。やば、もう一個のうさぎさん見てるか、みんな。これが俺の引きだ。サンリオ当たりくじではね、なかなかいい引きできてないけど、こういうところで俺見せるんですよ。みんな焼き付けといて、この画面。やばい、揃ったうさぎさん。はい、というわけで一人で言わせていただきます。優勝。はい、次行きます。え、じゃあニンニク欲しいな。トッピングしたいもん。はい、3つ目。うわー、うさぎさん。ちょっと待って、うさぎしか出ない。え、じゃあ残り2つもうさぎさんってこと？最初出るのは嬉しいんだけど、ちょっと他のも欲しいな。じゃあ行きます。残り2つ。お願いします。はい。おー、モモンガ。やばー。かわいい。初モモかな？うん、そうだよね。エラーか。ラスト。行きます。いや、でもね、個人的にやっぱクリマンジュ先輩欲しいっすね。ボタンを揃えていきたい。行きます。ラストです。お願いします。やば。しかもバランスよく2個ずつ出るっていうね。はーい。2人分2セット揃いました。
ってワイスとレオナがね、ウサギさん倒しってことでね平和な世界が訪れました。これ完全に神経衰弱できるやつですね。運の女神が微笑みました。ワイスね一人でちょっと心細いかなっていうところでこのくじのね結果楽しませてくれたとプラスに捉えましょう。最押しなんでねめちゃめちゃ良かったわ。はい、それではいよいよラストになりましたミニアクリルチャーム、こちらも全部で12種類ですね。で今回の狙いなんですけども、これねあのレオナに事前に聞いてたんだけど、チーカちゃんがねちょっとねあのスパゲッティこぼしそうになってる、これがいいっていうことで、このチーカちゃんと、ウサギさん何切ってんだろうねこれね、ジャガイモかな。そしてクリマンジュ先輩のこのボタン、これねマジでズバ抜けで俺は一番欲しいね。で、その隣にある、ニンニクシリーズですね。これニンニクシリーズって言ってるの多分うちらだけだと思うんだよねまあ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 、そんなに気にしないでください。シルエットにしてはちょっとニンニクっぽいって勝手に名付けてるだけなんで、であとはなるべくかぶらずに出てほしいですね。いやー頼むよ。もう一回言っときます、狙い自体は結構ピックアップしてるんですけども、意外とねまあ欲しいものいっぱいあります、心に留めているだけです。それでは行きましょう、めげないしがないワイサイお願いします。タイヨロ、さっきはウサギさんめちゃめちゃ出たからね、ここでどう転ぶか、行きましょう。転んじゃダメだ、討伐してクリマンジュ先輩のボタンを出してくれ、これマジで一番欲しいからね。1回目早めに出てほしい、お願いします。よーカニちゃんだ、いいね、全然いいよ全然いいよ。はい、狙いでは言ってなかったけど普通に欲しかったやつです。カニちゃんかわいい、メニュー表見てんのかなこれね、ちょっと古本っぽい感じもあるけども、行きましょう。次2回目、ラッコ先生だ、めっちゃ仕事してる。ラッコ先生なんか動きが早いイメージあるからめっちゃ効率良さそうこれはね時給上げた方がいいと思う。ボタン欲しい、ボタン欲しい、お願い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 、はい、あー、クリマンジュ先輩だけどこれボタンじゃない方あー大事な頭がね隠されてるね。まあでもね衛生上ね良くないからね、ちゃんと被りましょうってことでしっかりしてるんだろうけども、あーマジかー、惜しい、こっから繋げてほしい。4つ目いきますよ、あー次ボタン来ないかな、でもウサギさんも欲しいしな、お願いします、お願いします、お願いします、あっ来た、うわー来た、やばい、今日一嬉しい俺、やばいマジか、やばー、ちょっと記念に俺この髪型にしようかな今日、いやしないけど、やばい、これは言わせてくれ、大優勝、やばい、これマジで欲しかったからね、やば、ちょっと残念ながらねレストラン現地にね行くことができないんで、俺これ届いたらめっちゃ連打するわ。これ出なかったらおかわりしようか悩んだけど、でもそっか1日5回までの制限あるから翌日になんないとできないんだよね。でしかも翌日になったらあれでしょ、もう完売してるパターンでしょこれ。いやーこれ最初で最後のチャンスだったよ。あとウサギさんか、いやでもねー、まあカンパッチで出たからね、ある意味満足っちゃ満足、いやーもう、いやいいですよ、もう大満足です。まあ一応まだ1個あるんでここは見ていきましょう。それでいきます、ラスト、嬉しい、はい、おー、ハチハレちゃんですね。なるほど。いや、めっちゃ良かったな。はい、というわけで、以上3種類引き終わりました。はい、まあ、全体的にね、もうだいぶ良かったです。もうアクスタだけ強いて言えばね、狙いがね、まあちょっと、もうちょっと出てほしかったなっていうのはあったけども、いや、他で結構もう優勝できたんで、はい、だいぶいい結果になったかなと思います。で、今までの状況を見てるとね、おそらく、まあ初日とか、良くて2日目で完売しちゃうと思うんでね、まあ引こうと思ってる人は、まあ5回でね、勝負していった方がいいかなと、個人的には思います。それでは、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。もし一人で実況頑張ったねって思ってくれた方、高評価もよろしくお願いいたします。最後に画面で見ているレオナへ一言、褒めろ。世界は喜びが